生徒ファンの皆さん、おはようございます。ほら、ヒゲズラのおそばです。なんかここ置いてきて気持ち悪い。あの北朝鮮の工作員と言われてます。あの昨日のさ、ライブ配信終わった後にさ、ミコネコチャンネル見たんですよ。すごいね、あれすごいね。あれすごかったっすね。あれさ、あんなさ、録音データとかさ、あれが出てくるってことはね、もう言ってる内容すごかったね。あれが出てるってことはね、もうね、内部にね、もう参政党やだ、こんなとこにいるのやだ、でも抜けれない、こんなヤバい政党どうにかするしかない、外に情報リークするしかないって思ってる人がいるってことだよね。ああ、ミコネコチャンネルさんすごいね。あんな情報出してくれてすごいね。あれさ、でもミコネコさんさ、ずっと賛成とやばい、賛成とやばい、神谷はやばい、神谷はやばいってやっててさ、最初はさ、何この人、ちょっとめんどくさい人だなって思ってたじゃない。それがところがどっこい、今一番神谷宗平を追い詰めてるのはミコネコさんだよね。すごいね。しかもカッチャンネルさんもね、すごいの出したね。松田さんね、松田学さん代表やってたよね、確か。代表やってたよね。え、代表やってた人が党員じゃないの。やばいねこれね。でもね、やっぱ支持者の人はね、あれも嘘だって言うんだろうかね。あのね、動画もね、録音もね、聞かないのかね。え、ね、こんな情報をリークするなんてって、人としてどうなんですかとか言って言うのかね。人としてっつって、内部情報をばらすのはとか言って、何ですか SNS 舞台外注って。その外注じゃなくてね、あんたらは今ね、外注駆除されそうになってるんだよ。やばいね、やばいね。なんか、いやー、これから情報戦の方もね、神谷さんも自ら、SNS で宣伝しておりましたけれども、自分から情報戦仕掛けてね、しかも自分から情報戦仕掛けてるのがもう決定的な証拠出ちゃってバレちゃってるのに、この後に及んでこのタイミングで宣伝って、いや、よっぽどお金欲しいんだね。神谷さん、神谷さん、今どんな気持ち、どんな気持ちですか。神谷さん今どんな気持ちですか。いや、怒ってたね神谷さん。ね、ね、秘書の方、あの人弁護士の方、困ってたね。自分で名誉毀損のボーダーラインも分かってないのに、なんで情報戦の本出すの、出せるの、誰が読むの。俺が読んであげる。神谷さん、おい神谷、俺があなたの情報戦の本読んであげるね。いいこと書いてあんのかな、いいこと書いてあんのかな。ザコどもに追い詰められてないかい今。神谷氏、あなたが思うザコとは何ぞや。私もそのザコの一員になれてるかな。はは、はは、ねえカピバラさん、今度はカピバラさん、カピバラさんさ、何ですか、何でしょう、はい、何でしょう。カピバラさんさ、ニコネコチャンネルさんのあの最新の動画見てさ、それについてちょっとさ、あのゲスト呼ばずに、ゲスト呼ばずに一人であれはどういうことなのかっていうね、分析と解析をしてほしいな。でスピリチュアルのまた配信でなんか変な例え話やって、変な例え話やってね、信者の人たち癒してあげてほしいな。それをまた俺が見て、ここでふざけた動画上げてやきもきさせてあげるからさ。なんでそんなこと言うんですか、やきもきしたくない、やきもきしたくない、なんつちゃってね、なんつってね。カピバラさん見てるかな。カピバラさんさ、なんかさ、あの
昨日ライブ配信されてた方さ、名前忘れちゃったけどさ、あの人と喋る時の声の声色と普段他の人と喋る時のなんかトーン違くない？あの人カピバラさんすごい気使ってんの？ん？ N 国党のと対峙してる時もあの人すごかったもんね。ね、カピバラさんどう？ギク。ちょっとあの人はですね、怒らせたらちょっと怖いので、カピちゃんビビリなんだね。そんなことないですよ。ブル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 なんつってね。いやー、それにしても滑稽ですね。なんかあの参政党を一生懸命応援してる SNS のアカウントってなんか顔出ししたりとか名前ちゃんと書いてる人以外はみんな外中の SNS 部隊の人とか、あとはボランティアで無理やりタダでアカウントのなんか運用させられてる拍手みたいな、なんだこれ今の人たちなんじゃない？ねえ、どうなの？いっぱい作ってるんじゃないの？開示してもいいんですか？こちら側の方開示したいけれども開示できなそうだからそちら側のやつを開示しようかな。みんなで開示しようかな。というわけでですね、朝寝起きで嬉しくなっちゃって、私嬉しい嬉しい嬉しいな嬉しいな。ねえねえ、龍馬プロジェクトのこともっと教えてよ、神尾さん。何なのあれ一体。何なの？あ、ひげがやばい。まあ、というわけでですね、これから参政党が、どんなアクションを仕掛けてくるのか非常に楽しみになってきましたね。本当に皆さん、あの取材頑張ってる方々、本当ありがとうございます。僕のライブ配信は昨日、アンチの人、アンチは我々だった。ここ難しいんだよね。参政党の支持者の方たちは誰も来てくれなくて、企画倒れになってしまいましたが、でも、みんなたくさん来てくれたので、それはそれで楽しかったなと思います。でももうさすがにね、昨日あんな情報出ちゃったらね、この後に及んでまだジタバタするのはですね、非常にかっこ悪いので、これからどん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 自分らが滑稽になってくるよ。で、皆さんもね、我々もね、だんだん静かになりますから、もうこれ以上やったらさすがにかわいそうだなって。でもまあ、神谷さんが、あ、やこよ、神谷が、参政党が、もう本当になくなるんだってとこまで、私はやるよ。以上、北野工作員、おそばでした。